強いな。いや、ちゅうか簡単に入りますね。これは俺やっぱガモンさん一択でいく。よし、いつやったら。調子いい。やっぱガモさんやな。おい、オッケー。素晴らしい、本当に助かってる、本当にこの台。OK、 すごい、本当にすごい。こんなに変すると思わなかった、正直。OK、悪いですね、おそらく。あてもなし。お、浜岡さん、マジで嘘でしょ。びっくりするでしょ。お、じゃなくて究極ミモキ出るか。普通のミモキ。いや、よく計測するわ。おほー、あるよ。今日グランドスターあるよ。これいけますよ。ミスター浜岡、ぜひフリーモンキーで、究極フリーモンキーで勝ってちょうだい。あら、はい、まさか負けはないでしょ。負けはないでしょ。うおお、嘘でしょ。今一番安定したもん。安定っていうか安心した。負ける？え、浜岡勝ったの青島だったよね。あお、なんかハマりそうな気がするもんな。あと1000枚いる、計算したら。現在の投資のままだとどっかちょっと投資があんまり重ならないようなところで打ちたいな。なんかやれそうな気がするけどな、なんか知らんけど。もうだって1万2000枚ですよ。上で出てる獲得、上のらめっちゃ出てる。ゴッドが逆全回転
おお。こっちも。ここです。ここで打とう。じゃあある分流してここで決めるよ。さあ、もう移動してない。ここで出す。僕ね、番長相性抜群なんで、こういうことですよ、こういうことでしょ。座って1ゲーム目でチャンス目引きます。久しぶりに動画で打つよね。早い。お、なんか引いた？あれ？マジで。まあまあいいよ。座って1ゲーム目でさすがに会場できるか。できるみたいです。あー出なかった。さあ天国は入ってくれたんかな。ちょっとね若干足子先生出てないから期待は下がったけど、テンションもちょっと若干下がったけど、チャンス目解除をそう簡単にしましたね本当に。これで投資が79,500円。なんでそんな額になってんのかな、何があったんかな。失われた雪人たち、島に行きましたね。楽しかったんやろな、あの島。てかよく考えたら A チームに行く必要はないよね。初弾あるやん、忘れとった。てか最初から使っとけっていう話じゃないね。やっぱ A チームで手数料取られちゃうからね、こっちから使おう。1500何枚あるからね。今更感があるかもしれないけどすごいわ、やっぱりちょだまシステムは。あんまり使ったことないからね。ていうか今日多分初ぐらいの勢いです。おお便利、おお便利、お金入れなくていい。弁当引いたあとすぐ、これ今日ちょっとチャンス目の引きがすごいよ。合格の可能性は高いし。172。
でしたっけ、176。ここでまた僕ね、約3件でまたチャンスに引いちゃったよ。これ戻って夜とかないか、ない。でもまあ確実に今のは高額のチャンス目。ヘイヘイ、どっちなんやろ。チャンス目からだというふうに取っていいから、17ゲームで特訓入りました。チャンス目であればならば熱いよ。31、このパターンですよね。チャンス目会場です。いやバンチ面白い本当に。これ俺楽しい、俺はね。みんな多分今更バンチを打つ動画どうかって思ってると思うんだけど、勝ちたいね俺は。真剣やね俺は。おい、まあこういうとこもあるからね番長も。あー2人だけだと厳しい。お、一番役取れよって話やな。ごめんなさい。いや、先のチャンスで1ゲーム後だった方が熱かったよね。すごいペースで引く。で、その手前に弁当引いたから、はいはい、91で引いたよね、チャンスね。6、7、あっくそー、あと3、4ゲーム。惜しいな、惜しかった。思えばひょっとしたらやってくれる。オーケー、 BB で、237です。あー22 13 14、25、
16。リズムの方が大事、一番役よりリズムが大事。18、19。あーでもだ、あと1ゲームだった。1ゲームですよ。あーあのしゃあない。ダメでした。多分カオル先生だったよね、多分選ぶべきのは。基本はね、一発目は届きであって、二発目はカオル先生。大体僕は届きは頑張ってくれなかった。さあ、ここじゃ間に合わない。いや、頑張ったけど、一か八かです。洗い台に行きます。やばい気しかしてないけど。一撃12,000枚。こいつ引退したけどな。引退したけどね。引退したけど打つっていうのはバカやな俺。バカバカ。始まりました、トムの死亡タイム。いやもう選択としてこれしかないよ。1時間半で2500枚が必要。頼むで、ほんまに。ほんまに頼むよ。こんだけお前打ってんのに。どうって生かしてくれない。そして大きいゲーム数乗せてくれない。ねえ、この台の何ていうかな、威力っていう言い方はちょっとあれなんやけど、次こそ、今回こそ勝てるっていう思わせっぷりがすごいよ。隣の台が入ったんやけど、この台の方が全然いい。ちょっと荷物何か、よっしゃ、万枚出た台です。12,000枚。来た来た、いい道ですよ。やっぱりカドニアは Yes! Okay!
シャーあります。残りの持ちコインがカロサー分ぐらい、355枚。珍しい。ロストアイランドとか、あれとか行くからこいつの人だ。金がない、リアル。8万で今4000発と、まあ、500枚ぐらいだけが返ってくる。来週結構取材が多いし、番組も収録もあるし、普通お金がないんで、A タイプで勝負しようかな。来週毎日やった。2枚やった。ちょっと待って、ちょっと行ってくる、行ってくる。シュ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 。OK OK 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 OK。 1万だけ下ろしてきた。もう当たってるでしょ。先の V7V とか熱い。
さあ投資8万500円。40分でお前だ、お前か。最低最低。帰ってきて、足がめちゃくちゃ痛いけど、we'll be right back.
ね潰されてもいいんちゃうかな俺は、こうなってと思うよ本当に。今日は Whispering about butterflies to her mom in the morning. Having breakfast with her daughter and in love with the story. はい、終わりました。あ、すみません。まあ結果から言うと、投資が81,500円。47枚なんで、まあそこがまあいっぱい負けました。ここに出てると思います。原因わかりやすい、ザ・ロスト・アイランド・オブ・イキチやつっす。やつにはあの島に俺が降ろしたユキチさんが5人ぐらいあの島に降ろして、まあどっかにあの5人がロストになった、まさに。でよく分かった、分かりやすいネーミングです。あのユキチがロストになるアイランドです。まあポテンシャルはあると思うけどね、ポテンシャルはあるけど、もう俺、まあでもなんやろな、他出てたからまあわかんないし、まあ俺が打った台は多分良くなかったんちゃうかなって思うんだけどな。で、まあ朝抽選番号328番だけにはやっぱりねパチンコスタートしてルパン遊んだりしてたけど、結局あのルパンがすごいことなった。まあ俺が打ってたら多分そうなってないと思うねんけど、すごい出てって、でそっからパルサね、ワンビークトントン7000入れて338枚ぐらい返ってきてみたいな。まあそっからやっぱりロストアイランド行って狂って、モンキーは正解かな。やっぱりあれは全然立ち回り的にもありかなっていう。でもやめたタイミングも俺決して悪いと思わないし、で安定を認めて番長打ったわけなんやけど、番長はまあ良かったと思います。あれはまあただあのやっぱり合わなかっただけで、でやっぱり時間が時間でどうしようもないところまで来たから、まあパチンコガロー行くかハーデス行くかっていうね、ハーデスを選んだわけなんやけど、やけどあの台は良かった。初当たりめちゃくちゃ軽かって、ただ、まあワンチャン祭りでどうにもならなかった。引退したけどね、本来は俺が引退したのは多分ね3週間ぐらいしか経ってないです。無理ですね。でゴッドはやっぱ相変わらず引けない、引くまで打つべきな気もしてきたし、まあゴッド引ける方法を持ってる方はぜひツイッターで知らせてください。僕には無理です。というわけで今回まあ負けました、いっぱい。最近調子悪いね、調子悪いんですけど、原因がはっきりしてるから納得します。ロストアイランドさえなければ今日は多分トントン、最後のハーレスもなかったと思うし、やっぱりあの島には僕は行かない方が良かったです。以上というわけで、これから、閉店まで頑張った人たち何人かいるんで、まあ勝ってる人もいるし負けてる人もいるんですけど、みんなでお酒を飲みます。僕はお金が数千円しか財布にないんで、僕はほどほどにしときます。というわけでまた次回来てください。来た方がいいですよ、万枚結構出てたよ、僕じゃないんですけど。また来週次回よろしくです。あっちねみんな待ってると思います。さよなら。